さん、こんにちは。女優、そして歌手としても活躍してた今井美樹さん。今井美樹さんといえば、1996年のプライドという曲が大ヒットしましたよね。ですが、最近はメディア露出していませんよね。また、世界的なギタリストとして活躍されている布袋寅泰さんと1999年に結婚され、2002年に第一子の娘が誕生しています。現在ではイギリスに在住していることが有名です。また薬漬けなんて噂もあるようですが、実際はどうなのでしょうか。今回は今井美樹さんの子供や現在について調べてまとめてみました。ぜひ最後までご視聴ください。まずは簡単なプロフィールから紹介します。名前、今井美樹。生年月日、1963年4月14日生まれ。血液型 AB 型。身長 168cm。 出身地宮崎県。職業歌手女優。所属事務所ダダミュージック。宮崎県にあるオーディオ専門店の一人娘として誕生した今井美樹さん。幼少期に父親の影響でジャズ好きに。中学時代にピアノの弾き語りに挑戦したり、積極的に音楽に触れていたようでした。1986年にデビューし、歌手女優として活躍しています。デビュー前に、高校時代には陸上競技 100m ハードルとリレーのメンバーとしてインターハイに出場するほどの実力を持っています。高校を卒業後、キャビンアテンダントを目指して上京。1983年、ファッション系女性情報誌 MC シスターでモデルデビュー。1984年ドラマ輝きたいので女優活動をスタートしています。1986年黄昏のモノローグで歌手デビューも果たしています。1988年4トン H シングル彼女とティップオン DUO がヒットしてブレイクしました。1990年ドラマ思い出に変わるまでに主演し、1991年には長編アニメ映画おもひでポロポロで声優としても出演しています。ドラマ明日があるからに主演し、その主題歌ピースオブマイウィッシュが自身初のミリオンセラーになっています。1996年には布袋寅泰さん作詞作曲のシングルプライドが大ヒット。1999年6月6日に布袋寅泰さんと入籍していますが、不倫の末に略奪婚を実らせたと言われています。2002年7月26日に長女を出産しています。2000年1月には約9年ぶりにドラマブランドで主演、主題歌グッドバイエスタイもヒットさせています。その後も子育てをしながら歌手活動ツアーなどを行い、女優としてもドラマや映画に出演したりと幅広く活動を続けています。しかし布袋寅泰さんは今井美樹さんと再婚し、子供が生まれた2年後の2004年には女優高岡早紀さんとのダブル不倫が週刊誌に取り上げられました。その後もモデル冨永愛さんと写真が撮られたり、芸能人が薬物で逮捕されるたびに嫁今井美樹さんにも使用疑惑が出たりしています。そのせいでかは分かりませんが、薬漬けの噂があるということですが、実際はどうなのでしょうか。というか逮捕もされてませんし、噂だけが先行している感じだと考えられます。事の発端は、日本の芸能界で薬物関係の逮捕者が多く出ていた2014年頃です。チャゲ&アスカのアスカ亮さんや清原和博さんなどが薬物で逮捕されましたが、その時に週刊誌で報道されていたのが今井美樹さんでした。実名ではなく、歌手としてヒット曲もあり超大物女優の愛、この女優は薬のために生きている、なんて書かれていました。今井美樹さんは家族みんなで2012年に英国に移住しています。これが薬物での逮捕を恐れてのことという推測もされていたんですよね。実際は2011年に震災で放射能などの都市伝説が流行った時期で、それで海外に移住したというのが本当のことのようですけどね。また布袋寅泰さんが海外での生活を希望したというのもあるようです。布袋寅泰さんにも薬物疑惑が持ち上がってもいました。
同時期にソロのロックシンガーの名目でガクトさんに薬物疑惑が登場しましたが、それを本人が否定したことにより、その後布袋寅泰さんに疑惑が飛び火したんですよね。この報道は中国でもされていて拡散されていましたが、布袋寅泰さんに関しても逮捕されていませんし、ガセネタということでしょう。そんな今井美樹さんと布袋寅泰さんの馴れ初めですが、1985年に布袋寅泰さんが当時サポートメンバーとして支えていた歌手の山下久美子さんと出会った同年に結婚しました。その後、同じく山下久美子さんのサポートメンバードラムの椎野恭一さんの当時の彼女であった今井美樹さんが2人の元に現れます。今井美樹さんはもともとは山下久美子さんのファンで、すぐに意気投合し、2人は親友のような関係になりました。その陰で布袋寅泰さんと今井さんは不倫関係になってしまいました。最初はこそこそとしていた布袋寅泰さんと今井さんの不倫関係ですが、次第に露骨になり、山下久美子さんの仕事にも影響を与えたそうです。ある日、山下久美子さんが布袋寅泰さんに今井美樹さんのことが好きなのか聞くと、布袋寅泰さんは好きだよと言ったそうで、山下久美子さんと布袋寅泰さんの夫婦仲の修復は不可能な状況でした。しかし、すぐには離婚とはならず、布袋寅泰さんと今井美樹さんの不倫は周囲が知りながらも放置された状況だったそうです。布袋寅泰さんと今井美樹さんが不倫関係になってる間、当時の嫁山下久美子さんは数々の嫌がらせを受けたそうです。結局、山下久美子さんと布袋寅泰さんは1997年に離婚しました。その2年後の1999年に今井美樹さんと布袋さんは再婚し、世間では略奪結婚と言われました。そしてその3年後に第一子が誕生、性別は女の子で名前はアイシャです。一般人なので顔の画像は非公開。ちなみに長男もいるのではという噂が出ていますが、こちらは前妻の山下久美子さんが2000年に一般の男性との間で双子を出産したことからの勘違いだったようで、結局のところ今井美樹さんの子供は一人です。さて、昔からとても美人な今井美樹さんですが、現在でもとても綺麗で昔と変わらぬ美貌を維持しているようです。ロンドンで生活をしていますが、日本に戻りライブなども行っているようです。またラジオなども2021年まで続けていて、ロンドンで収録されていたようです。仕事や家庭のことなどとても多忙ということで、娘の学校の PTA 活動なども大変だったそうです。それこそ布袋寅泰さんも今井美樹さんもスタイル良いですし、遺伝ってことでしょう。旦那の布袋寅泰さんとはお互いに日本と東京を行き来する生活を送っているため、一緒にいられないことも多いそうですが、家族ラインでコミュニケーションをしているそうです。そんな今井美樹さんは今でもオフィシャルブログを持っていて、現在の生活ぶりや活動について随時更新していますよ。もっともっとメディア露出を増やしてほしいですけどね。できればドラマや映画出演など女優としての活動を見たいですが、私生活と芸能活動を両立して頑張ってほしいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。それではまた。